ボンジュールバンドリー、皆様こんにちは。こんにちは。バンドリー青山本店菊池です。バンドリーセールスアドバイザーの大修也です。本日のテーマはバンドリーのフレンチスタイル、はい、でお送りします。もう早速、そうですね、ちょっとフレンチを意識してますが、はい、何かっていうと、はい、ここ3年ぐらいですかね、フレンズではやっぱりこうフレンチスタイルっていうのが、はい、なんかすごくキーになっていて、うん、何回かあのこちらでもフレンチとは何かみたいな、そうですね、回やりましたけども、はい、基本的にはでも普段って僕も、バンドリーさんも多分イタリア系が多いですよね。あ、まあ、製品もちょっとこう何ですか、ピッティの感じとかも、はい、イタリアが今主流な中でこうフレンチっていうちょっとねこう捉えどころのないこうお国柄というか、はい、車とかもそうなんですけどね、うん、ちょっとだけこう異質なんですよねフレンチってね。なんかちょっとイタリアより上品な控えめみたいな個人的なイメージはありますけど、うん、言葉でそう難しいですよね、はい、なんかね僕はちょっとこう高貴とか貴族とか きらびやかとかなんかこう感じですかね、はい、フランスのこう男性像とかフランスのものっていうのは、はい、その辺をまあ今バンドリーで売っている商品 で、そうですね、あの組むとまあこういうフレンチかなっていうのを、はい、あの今日はご紹介したいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい。佐々木さん、あの、はい、フレンチ、はい、まあ、フランスですけども、はいはい、なんかこうすごく僕は日本からなんか異国な感じがすごく一番する国の一つなんですよ。あ、まあ、ニューヨークロスとかだと、うん、まあ、言葉英語ですし、うんうん、なんかこう親しみやすいこうキャラクターとかもいろいろ入ってきてますけど、はいはいはい、フランスってやっぱりなんていうんですかね、ちょっとこう閉鎖的じゃないですけど、なんかこう小難しい感じが、まあまあそうですよね、ありませんか。でまあ、いわゆる、まあ、いろんなこうフレンチアイビー、フレンチトラット、はい、うん、あとちょっとこうモードな、ね、あ、そうですね、フレンチっていう、まあ、今、フランス そのブランドでいうとハズバンド、ハズバンド、はい、あれどっちかっていうとそのトラットとかアイビーとかじゃなくても、うん、勝手にモードじゃないですか、うんうんうん、ちょっとこうフレアなパンツに、あのリンクもし何か、ね、載せてもらえたら、はい、ハズバンドすごくなんかドレスの、ね、ドレスのこうフレンチブランドみたいな感じですし、うん、そうですね、あとはあのエチケットという雑誌ですね、うん、あのバンドリーでももう必ず置いてますけども、うん、あの雑誌もやっぱりこうフレンチをすごくフューチャーしていって、うん、その辺からのこう何ですか、影響みたいなものもありますよね。まあ、今エチケットとかなりやっぱり古着ミックスみたいなスタイルも結構多いんですけど、うん、僕が考えるっていうか、やはりそのフレンチっていうワードは結構もう何十年前から、まあそのフレンチアイビーとか、はい、フレンチトラットって言ってた80年代から結構また今最近になってフレンチっていうちょっとワードがいろんなね、セレクトショップもそうだし、うん、お客さんでもフレンチっていう、で我々も、まあ、去年からフレンチっていうワードを結構使ってますけど、はい、うん、今日はちょっとまあ真夏のリゾートの手前のまあ初夏、はい、フレンチスタイルっていうところで、うん、街の中でも、まあ、今日着てるアンカーイカリなんですけど、うん、これってやっぱりあの例えばコートダジュールとか、うん、ニースとか、ね、行ったことないんですよ。やっぱりちょっとそういうフランスのリゾート地、はい、比較的そのまあ僕が行ってた時代っていうのは本当に80年代90年代全般ぐらいだったんですけど、うん、やっぱりなんか大人の人があの白と紺、ね、もしくは白黒っていう形で、うん、ちょっとこうヨットとか、うん、なんか海の決してそのヨットに乗るためのそのまあモチーフじゃなくても、やっぱりいろんなブランドでこうアンカーのマークのブランドがあったりとか、やっぱりなんかそういうコートダチュール、あとあのリビエラとかね、はい、やっぱりそういうなんか避暑地リゾートのイメージで、でもやっぱりなんとなくこう白と紺、まあ映画なんかで見てても結構そういう単色というか、今日大塩君、まあ、白に黒の、はい、まあ、フレンチボーダーにこのベージュ、うん、まあ、こういうの、まあ、我々の今の解釈としてはこういうゾーンでイタリアではないな、うん、どっちかというとこうフレンチ、もうただでさえ、はい、あの例えば日本なら葉山とか三浦でヨヨッと盛んですけど、はいはい、あそこでさえこう雰囲気おしゃれですから、はい、それのヨーロッパ版って言ったらやっぱすごくね、まあ、いやかっこいいだろうなって思います、ね、あの湘南とかっていうイメージよりもやっぱりそういうニースが、モナコ、うん、あのモンテカルロなんかにね、やっぱり本当に行くと
もう本当に高級ブティックがあって、うん、その、まあ、ビーチ沿い、まあ、日本でいうあの本当に砂浜のビーチっていう感じじゃないんですよ。あ、そうなんですね。どっちかっていうとこう砂利の、あのビーチで、あ、そのイメージありますね。そうそうそう、はい、でもそのビーチもうほとんどプライベートビーチっていうか、うん、カフェが経営してるとかホテルのプライベート、うん、あのビーチっていうかもうすごいパラソルがとにかく綺麗、うん、もうそれだけ見てるだけでも絵になっちゃう、うんうんうん、それが大体まあ白に今度こうあブルー、はい、フレンチブルーのパラソルだったりなんかやっぱりこう青っていうイメージがやっぱり僕の中ではすごく強いんですね。その辺をじゃあ今日はファッションで、はい、そうですね、見ていただきたいと思います、はいはい、では笹岡さんの、はい、フレンチスタイル白と紺ですよ ね、 そうですね。今日は今日はもう本当に白と紺っていう感じで、はい、パンツはリゾルト の、 リゾルト、はい、あのちょっと復活したホワイトデニム、はい、僕も買いました、はい、それにトップスは今年展開している白紺の展開のいわゆるこれはアンカーなんですけどヨットとレタードのシリーズで怒りですよね。そうです、はい、もうサマーモチーフっていうか、うん、そういう感じのアイテムをこう、まあ、白ホワイト&ネイビーでコーディネートしてます。あの、はい、なんか先週に比べて笹岡さん、ね、日焼けされたと思うんですよ。ちょっと芝刈り、あ、芝刈りですか、はい、腕も日焼けされてて、はいはい、あのでもなんかイメージ湧きます。本当ですか、うん、やっぱりだしちょっとまあこれからねやっぱりそういう日差しもヨーロッパの人ってこう白髪のおじさんも多いから、はい、なんかちょっとこういう人がいるんじゃないかっていう感じは僕すごくします、ね、まさにこのスタイルはもう本当なんか50代以上の人になんかこうちょっとこうしてもらいたいかなって僕は思ってるんですよ、ね、確かにあの、はい、僕がこの怒りを着てると確かに何か違うかもしれないです、ね、うん、はい、なんかメッセージがすごく強く出ちゃうような感じがして、なんかこう、まあ、スポーティーでありちょっとこう、まあ、そこはニットで、うん、ちょっとこう大人っぽく、はい、で、まあ、こういうロールカラーでちょっとこう遊びを入れてちょっとこう丸まってるんですね、はい、こう切りっぱなしみたいな、はい、で、はい、今日は僕あえてこう白い T シャツを中に入れてこうやってレイアウトで、まあ、白本っていう、うん、それにアウターで着てるのは、はい、これまさにちょっとこうフレンチのテイストで作ってるものなんですけど、うん、実は今年8月のバンカから初秋にかけて秋まで着れるっていうミラノリブなんですけど、うんうんうん、いわゆるフレンチのワークジャケットですね、はい、を、まあ、ニットで再現していると、はい、ニット系の、はい、でこれパターンも切り替えかなりなんかよくできてる、うんうんうん、このパターンだと自負してます、はい、羽織ってる映像もちょっと見ておきます、はい、以前にちょっと僕のインスタでもちょっと紹介したんですけど、はい、あのニットのミラノリブのショーツを復活するんです、はい、それは6月に上がってくるんですけど、はい、それと同じ編み同じ色の展開で、うん、逆に言えば8月ぐらいにリゾートバンカー初秋、うんうん、なんかこのジャケットにミラノリブのショーツでアンサンブルでインナー T シャツだったりこういう軽い感じのニットでショーツのセットアップっていうのもちょっとなんかいいかな、いいですよね、はい、フレンチといえばやっぱりこういうワークジャケットっていうのも一つアイコンなので、はい、なんかそれを当時のままもかっこいいんですけども、うん、あのニットでこうリプロダクトするっていうのもそうですね、ちょっとこうニューに見えますし、はい、やっぱりミラノリブってこう印象がこうクリーンなので、うんうん、なんかこうすごくモダンな感じのフレンチスタイルかなと。テイラードとかもいいんですけど、うん、あえてなんかそのフレンワークジャケットを、うん、あのミラノリブのこうなんか新しいアウターとしてちょっと今回発信しようかなと思ってるんですよ、はい、まあ、これは絶対秋につながってくるスタイルだと思います。大志屋くんはもうなんかちょっとこうモードな黒と白で、はい、今日コーディネートの順番はこのこれサルバトレピッコロのそうなんです、まあ、シャツジャケット、ね、シャツカバーオールみたいなシャツジャケットみたいな、そうですね、感じで、はい、あのやっぱりトップスベージュのこういうワークっぽいボタンもそうですけど、はい、ボタンはシャツ風かな、でもなんかこの感じをまず着ようと、うん、で、まあ、最近はやっぱりワントーンでベージュとか合わせてたじゃないですか、うんうん、なのであのちょっとボーダーで分かりやすくというか、はい、伝わりやすく、うん、ボーダーを合わせてみました。で、まあ、パンツも、黒のこれリネンのカーゴパンツを履いていて、リネンでニットで作ってる、はい、サラサラして気持ちいいですね、
に、いつもの僕なら黒履くんですけど、うん、なんかやっぱり結構最近こう雑誌とかでもなんかこう黒暗いパンツに赤いシューズ履いてるパターン結構多いじゃないですか。はいはい、そうですね、口練りでもね、はいはい、そう紺のスーツに白い靴履いたりとか、ね、うん、はいはい、なんかその感じであのヌードカラーの靴を履いてみましたね。この靴はこう素足に色が近いので、うん、なんかそんなにわざとらしい感じにならないんじゃないかなと思って、あえてあんまり普段僕しないんですけど、あえてあの黒からもう一回足元にこうベージュが入るっていう。いや、なんかすごいいいよね、ベージュのこうシューズとアウターで、そう、なんか中があのモノトーンというか白黒でね。ね、でベージュと黒の合わせ僕好きですし、うん、このベージュってちょっとこうマスタードがちょっと入ったようなベージュに僕は見えるんですけど、うんうんうん、そういう黄色っぽいベージュって、うん、特に黒と相性が良くて、うんうん、このパンツはあのリネンですから、うん、あんまり光沢がないこうマットな黒いパンツなの で、ね、はい、なんかその色合わせ綺麗で、なんか、ね、フランスのブランドってネクタイとかもなんかこう黒が入ったりするイメージが僕はあるんですよね、はい、それでちょっと黒っていうのを合わせて。でこれまだ入荷して、はい、あの写真とか撮れてないうちに結構バタバタ出てて、売れてますよね、はい、そうなんですよ、うん、だからこれは本当にお店に問い合わせいただいてもあのすぐに対応できると思うんですけど、あとネイビーがあるんですよ。ネイビーですね、はい、うん、これがまたちょっと追加で上がってきたんです。あ、なるほど。ドローコードの、うん、いわゆるイージーパンツと、うん、このあのこっちは上着だけですけど、はい、ベージュは上物だけなんですね。だけですね、はい、なんかやっぱりジャケットに比べて芯地が入ってないですよね、うん、芯が入ってないので、あの厚くないです、ね、そうです、はい、でこれあのシャツの花粉のようになってるから、はい、こうまくっていただいたりもそのままたくし上げちゃっても、はい、いいですね、いい感じだと思います。はい、そんな、はい、ベージュと黒のフレンチスタイルでした、はい、そうですね、はい、あの前回の YouTube にコメントをいただきまして、はい、ありがとうございます。3人のバッグのトータルコーデや帽子も見てみたいですということで、リクエストにお答えして、はい、次回ですね、そのあやるんですか、ぜひ、はい、それぞれの、まあ、バッグや帽子とのコーディネートをご紹介したいと思いますので、ぜひお楽しみに。そう、あのバッグって例えばインスタとか撮るときに、はい、なんかこうそう、あのコーディネートスタイル見せるときにちょっとこう邪魔になったりするんで、あ、省かれがちですよね。バッグと一緒に多分乗せる人少ないから、うん、多分そういう風にね、はい、リクエストいただくんだと思いますので、なんか僕そんなお見せできるバッグじゃないなって思ってるんですけど、でもそこがなんかリアルでいい気がします。はい、あのお見せしたいと思います。はい、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、それではまた次回お楽しみに、はい、ありがとうございます。